私の名前は園田さやか、普通の会社員だ。地元の学校に進学し、運よく地元の企業にまで入れた。なので夫のミツルとは大学の頃からの仲だ。お互いきちんと就職して落ち着いてから結婚しようと決めた。20代後半になってからお互いの両親に挨拶に行って婚姻届を出した。お互いの家も近いし、会社も地元だし、何があっても大丈夫だね。本当にね。私たちは運が良かったと何回も話した。式はお金がかかるのでやらず、旅行も残念ながら感染症の流行で見送った。これに対して義母はかなりぐちぐち言っていた。結婚式を盛大にやりたかったらしい。ご近所の人たちにも言ってるのに、なんでやらないの？結婚式に何百万もかけてらんないよ。私もあまり好きではなくて、貯金も貯めたいので。義母が出すからとか言ったら考えるのだが、一銭も出さないのだから立ちが悪かった。お金くらいすぐ貯まるでしょ。あのさ、義母は専業主婦で一回も働きに出たことがない。バイトもしたことないと言っていた。見かねて義父が、お金を稼ぐのがどれだけ大変かわからないのか。今の子たちならなおさらだ。不況だし、自分のやりたいことを押し付けるのはやめなさい。だって…そう厳しく言ったのにうだうだ言っていた。さやかさんのご両親は出せないの？え、私の親ですか？やめなさい。私の親に金を出させようとしたので、もう義父が大激怒。それ以上は触れないことになった。本当にごめん。結婚式すごくやりたかったんだね。とはいえこんなことで絶縁なんかしたくなかったし、月2回は義両親と夕食を食べることに。うちの家にも他の休日に2回来て、平等に程よい距離を取っていくつもりだった。ある土曜日のこと、ご飯を食べる前にお茶を出す手伝いをしていたら、義母がこそっと聞いてきた。ねえ、嫌いなものある？え？ああ、ご飯を出す前に聞いてくれてるんだな。親切だなと思っていたのも最初だけ。とにかくしつこく何度も嫌いなものばかり聞いてくるので怪しいなと思い始めた。ああ、特にないです。と交わしておいた。それから義母がいない時だけ、旦那と義父さんの前では和牛が脂っこくて食べると胃痛を切るので苦手で、オージービーフが好きとか、焼肉はカルビが苦手でモツが好きや、マグロのトロが苦手で貝類が大好きですと言い、予防線を張っておいた。自分の前では何度も適当にはぐらかしてくるので、義母は半分切れてくるように。いいじゃない、はっきり教えてよ。野菜の天ぷらとか。その瞬間にやりと義母が笑った。本当は逆だった。肉などの天ぷらは油っぽくて嫌いで、野菜の方が大好き。もちろん夫と義父は知っている。まあ嫌いなものといっても、他の調理法ならいけるとかあるので、絶対食べれないとかではない。他にも義母は結婚したというのに、夫を適当な理由で呼び出そうとする。まあ結婚前のデートでも門限を決めるような人だったし、とにかく息子を取られたくないんだろうな。物入れ掃除をなぜかしたいとか、電球変えられないから早く来てとか、呼び出そうと必死なんだろう。その度に夫が、そんなの父さんにやってもらえよ、とバッサリ断ってはいた。そして次の土曜日、夫と出かけて映画を見ていたが、やっぱり早くご飯の準備をしたいから来てとメールが。夕方には義実家に行くと言っていたのに。まあ他に用事ないしいいんじゃない。いやでも、こじらせる方が厄介でしょ。夫は本当に申し訳なさそうにしていた。義実家に着くと、義母本当に夫には笑顔、私にははいはいみたいな感じの対応をする。手伝ってとか言っていたが、もう夕食は完成していた。本日の夕飯は私も旦那も大好きな天ぷら。ただ個人ごとに盛り付けしてあり、まあ案の定私のは野菜だけ。わあ、すごく美味しそう。私の大好物ばっかり、野菜の天ぷらだ。義母さんありがとう、とちょっと大げさに喜んだ。夫はすぐに怒鳴りそうになったのをこらえ、私の真似をしてくれた。わあ、さやかの好物ばっかりでよかったね。おお、母さんが好物ばかり用意してくれたのか、よかったな。たくさん食べなさいね。はい、義母さんいただきます、と食べながら褒めちぎりまくってみたら、なぜか義母は真っ赤になっていた。何よ、みんなして当てつけがましく。好物なんでしょ、食べなさいよ、なんて怒鳴って泣き出した。義母だけが私が野菜天ぷらが大好きで、魚や肉類の入った天ぷらが苦手なのを知らなかったのだ。まあわざと逆のことを言ったからね。自爆した義母のおかげで堂々と嫌がらせをしてきた、と夫と義父はニコニコから打って変わって半夜になった。俺の前でよくこんなことができたな。
違うの、たまたま。さやかさんは野菜の天ぷらが好物なんだぞ。え？わざわざ逆を教えたんですよ。真っ赤から真っ青に。なんてお目なの？性格が悪い。悪いのはあんただよ。こんなドラマみたいな嫌がらせ、今の時代でよくやるよな。お前な、自分の娘が嫁入り先でこんなことされてたらどう思う？もちろん夕食会どころではなくなった。私は天ぷらをそのままに家に帰った。夫と義父は話し合いをすると、私が帰宅してから2時間ほどして夫が帰ってきた。なんて？全然反省してない。もっと何かされたことある？まあそんなあからさまってのはないかな。嫌なことされたらすぐに言って。話し合いをして私に謝れと言っても義母は泣くだけだったみたい。私は悪くない、あいつが嘘ついた。どちらにしろ嫌いなものを聞いて嫌がらせするつもりだったんだろ。最低だよ。もう俺はこの家には来ない。父さんと外で会うのはいいけど。なんでそうなるの？あなたを産んだのは私でしょ。嫁より大切にするのは当たり前でしょ。感謝はしてるよ。でももう大切なのは嫁だから。みつるはもう家庭を持ってるんだ。顔を出しに来てるというだけでありがたいと思わなきゃいかんのだ。とにかく謝らないと俺はもうこの家には来ない。なんでそんなこと言うの？話し合いというか説教というか、義母は泣いて自分は悪くないと言うばかりだった模様。私も不快な思いをしなくていいし、義実家はこれからは行かないことになった。義父さんもしっかり見ておくと言っていた。それから3ヶ月は何事もなかったが、私が妊娠したことによりまた事件が起きてしまう。父さんやおばさんにだけは言っておくよ。うん、義父と義母の姉で信頼できる親戚にだけ伝えていたのだが、義母は義父のスマホを勝手に見て妊娠を知り、なんとうちに押しかけてきた。開けなさい。子供ができたんでしょ。私が面倒見るからね。今から誓約書を書きなさい。産んだら私が面倒見るって。はインターホンも鳴らさずドアをガンガン叩く義母。朝早くから起こされ夫もすぐにブチギレ。どういうつもりだよ。あんな女は母親なんかになれっこないの。私が育ててあげる。出産したらすぐ渡しなさい。そんなことできるわけないだろ。おかしいよあんた。もう母親とも呼ばずあんたと叫ばれ、義母はますますヒートアップ。親に向かって何なの？あの女のせいでしょ全部。もう戻ってきなさい。子供と一緒に離婚して家に戻ってきなさい。もう話にならないな。私は奥の部屋で義母に会わないようにし、すぐに義父に連絡を取ると飛んできた。お前、あなたが悪いのよ。私に孫ができたことを話さないから。こうなるから話さなかったんだ。早く家に帰るぞ。いやよ、帰らない。あの女が誓約書を書くまで帰らない。もうお前ふざけるな。これほど人に迷惑をかけて離婚だ。え？まさか離婚まで言い渡されるとは思ってなかったのもすごい。それほど愛されてると自信があったんだろうな。だが義父の方が限界だった。お前の親が上司だったから仕方なく結婚したが、もう限界だ。上司ももういないし離婚だ。とっとと実家に帰れ。え本気なの？ちょっと待ってよ。ねえみつる、あんたもお父さんに何か言ってよ。夫は冷ややかな目で義母を見た。離婚になって当然だよ。昔から自分の思い通りにならないとこうやって父さんを困らせてたよな。もうあんたにはうんざりだよ。早くおばさんのところに行ったら。わっと泣き出す義母。わざとらしくワンワン言ってるが、慣れてるのか夫たちは無視。家に戻って鍵をかけ、義父も車に無言で義母を押し込めて帰っていった。行き先は義母の実家だろう。今はそのおばさんが家を継いでいるそうだ。静かになってから改めて今後のことを夫と話し合った。予定になかったけど用心して里帰りをすることに。本当にごめん。俺からもお母さんとお父さんに話をさせてくれ。わかった。早速私の実家に行き、義母のことを話した。全然いいけどね。その様子だとまた来そうね。しっかりまた対策を練りなさい。はい。離婚され実家に帰されただけでは抑止力がないだろうということで、数日後、今度は父が夫と一緒に義実家へ向かった。息子が好きすぎてお嫁さんに嫌がらせしちゃうのなんてフィクションかと思ってたわ。私もなんか能天気に考えすぎていたのかもしれない。私は義両親とうまくやれるとかどこか他人事だったのかも。もうお腹に子供がいるんだし、しっかりしないと。それから数時間後、夫と父は帰ってきた。どうだった？親子の縁も切ったよ。おばさんが来てくれていて助かった。
今後はしばらく農家の手伝いをさせるって。義母の実家は自営業、義父の上司、つまりは義母の父が会社を辞めてから独立したのを娘であるおばが継いでいる。私の実家に来ないように働き詰めにすると宣言したらしい。それに対して義母は大泣き。離婚したくない、いや帰りたくない、孫も見たいのに。バカ言ってんじゃないわよ、あんたはどこまで自分勝手なの。お母さんを捨てないでよ。ねえ、私がミツルの家に住むのはどう。ほら、さやかさん追い出して私が生まれた子供の面倒も見れるしね。いい加減にしろ。お前はどこまで働きたくないんだ。結婚した時もそうだったな。保育園に預けたくないから働きたくない。小学校はいつ帰ってくるかわからないから働きたくない。中学校は部活があるから働きたくない。ずっとミツルを言い訳にして昼寝をしてたろ。家事も代行業者を使ってたのも知ってるんだぞ。義母は夫の小さい頃は子育てに疲れるからといってあまり家事をしていなかったようだ。てか義父の金で代行を呼んでたらバレるに決まってるでしょ。子育て大変だったもん。俺もそう思ったから何も言わなかった。だがな、高校や家を出た後も働きたくないってなんだ。老後を何とかしようとか思わんのか。もう義父は鬱憤を晴らすように話していたみたい。稼ぎが悪いからなんだのと言われたことは俺は忘れんぞ。お姉さんのところでどれだけ金を稼ぐのが大変か知るんだな、その年で。いやもうやだ、あの女のせいだ、全部何もかも。ミツルがあの女と結婚しなければよかったのよ。とにかくヒステリックになり、父がいるにもかかわらず泣き叫ぶ義母。あなたの事情は知りませんがね、どれだけ娘が大変な思いをしたかわかりますか。知らないわよ、嫁なんかどうでもいいの。私を一番に考えないのがおかしい。それが大人の言うことか。父はカツを入れるように義母を怒ったようだ。一度汗水垂らして頑張ってみなさい。その腐った少年も叩き直してもらうといい。その場で義父が用意していた離婚届に記入させ、おばが連れて帰ったようだ。最後まで夫に、捨てないでよ、お母さんを助けて、一緒に暮らしたいのとすがってきた。あんたが母親で恥ずかしい。いやもう母親だとも思いたくもない。二度と顔を見せないでくれ。見せたら警察を呼ぶ。そんな、うわぁ、あなた。お前とはもう赤の他人だ、頼ってくるなよ。あんたでもいい、ねえ助けて。父にまで助けを求めて本当に呆れた。引きずられるように実家に戻されていった模様。それから義実家は売り飛ばすことを決め、そこからいくらか夫に渡すと義父が言って解散。とても疲れたが、これでもうお前が怖い思いをすることはないだろう。きっとおばさんが厳しくしてくれるよ。夫胸をなで下ろした。その後本当に義母は自分の姉の元で働いているようだ。事務やら営業やら現場も全て体験させてから朝から晩まで現場にいるらしい。きつい、立ってられない。私ができてんだ、お前ができないわけないだろ。休日も四六時中義母を見てくれているらしい。社長なのに本当にありがたい。これでやっとお金を稼ぐのがどれだけ大変か分かっただろう。老後資金もないみたいだし、せめて最後は誰にも迷惑をかけないくらいの金額は稼いでほしいよね。私の方はようやく出産、元気な男の子が生まれた。両親も義父も大喜びしてくれ、落ち着いてからは週1回はどちらにも顔を見せに行っている。こんな俺にも見せに来てくれてありがとう。何言ってるんですか、おじいちゃんなんだから当たり前ですよ。離婚してから義父は悠々自適に暮らしている。だいぶお金に余裕ができたみたい。会うたびに息子にプレゼントをくれるからジジバカになってしまったみたい。私には息子が生まれたから、絶対あんな義母みたいにはならないと心に誓っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。